勘弁するよお前ら。予算持ってないですか、キーダムして。おう、余裕余裕。さあ、あと1人、あと1人。さあ、ズルしようってなんで言ってくんなかったんですか。このやつで。2月3日、岡崎、うん、行ってまいりましたけれども、うん、楽しかったですね。楽しかったね。うん、いや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 、楽しくなかった。いや、あのね、はい、楽しかったこともあるし、うん、もちろん楽しくなかったこともたくさんあったね。うん、まあ引きこもごもだから、ちょっと複雑な感情よね。はい、うん、そうですよね。で、まずは、はい、今ね、こうやって皆さんにお届けしている、うん、そう、うん、なんでこうなったのかっていうのを、うん、ちょっと今から見ていただこうと思いますので、はい、まずはこちら、ご覧ください。はい、どうも、みんなうるさい、どうもうるさいな、今ちょっと、はいはいはい、お待たせ。何あのね、今年の自殺トラ、2018年の自殺トラは、うん、ちょっと申し訳ないけど、僕がプロデュースすることになったから。聞いてない、聞いてないと思うけど、ね、なったからって言われても、あの僕、上層部からね、あの名前もいただいてて、上層部ってどこだ、いっぺぴって呼んで、これから、僕のこと。よく見プロデューサーだから、いっぺぴ。よく見たらすげえ格好してますね。チャラいよね。そうそう。戻った感じ。だから、これからは、多少そのセーターも肩にかけてくるし、この僕いっぺー P から重大発表を持ってきたから、ちょっとね、じゃあ案内しちゃおうかな。何のこと Are you ready? わかんない。出張といえばこちら覚えてる？いろんな指令書かれてたやつ。なんかいっぱい書いてある。現地中継生放送なし？はい、おお来ました。まだある、まだあの、まだあの、続きがある。ちょっとちゃんと全部見て、うん、いくよ、うんうん、もっとみんなとキャッキャしたい。あのね、2018年、これね、あの僕がプロデュース自殺トラしますよと、うん、いうことは、まあ、これは決定事項だ。これはもう、うん、あの偉い人が決めたことだから、うん、逆らわないようにね。ただあれ、なんでやらされてんの、操縦されてんのか。さっき中継やめるって言ったでしょ。あれは理由があって、ね、うん、ちょっとね、配信機材がね、やっぱ大掛かりになっちゃって、うん、僕たちのステージとお客さんの間にこうカメラとかさ、ケーブルとかいっぱいあるでしょ。そう、あの、まあね、距離はありましたよね。あのね、あれ、ああいう感じでやっぱちょっとお客さんとの距離が遠いと、うん、ちょっと僕寂しいなってずっと思ってたの。2年間ずっと思ってたの、イペピー的には。もっと早く言うから。もうちょっとね、せっかく出張に行ってね、来てくれたお客さんと、うん、やっぱりね、もっとコミュニケーションがしたい、そう思ったんだね。だから今年の出張は生放送やめよう。そんな野暮なことやめようよ。野暮な機材もやめよう。野暮な機材か、何を。おいでおいでおいで、おいで、いいから入ってきな。いや、ないまず、いや、ない、なんか嫌な予感しかしない。なんすか、こんなとこに呼び出して。よく来たね。だから呼び出されたんだっつってんの。自分で呼んでよく来たみたいな。よく来たねと、うん、2人とも、うん、この間ね、あの僕がプロデューサーに就任したってことは、うん、記憶に新しいところだとはね、思ったけども、まあ、一平ピー的にはね、ちょっと今回の企画をね、もう一回説明してあげようかなと。今日、物覚えがあれでしょ、ちょっと二人があんまりよろしくないって聞いてるから。お前に言ってるか、誰に聞いたんですか。角川の上の方から。 PUBG 知ってるでしょ、二人とも。 PUBG? そう、プレイヤーズのバトルグラウンズ。その通りでしょう。今言ってたでしょ、別に。PUBG 間違いはないよね。間違いはないですね。どんなゲームか知ってる？まあ、サバイバルな感じのやつですよね。そうだね、まあ、うん、君はあれだ。ざっくりしてるから、ね、
こっちの子に聞こうかな。まあまあまあ。どんなゲームかしてる？はいはい。最大まあ100人で、うんうん、まあフィールドに放たれて、うん、最後の一人になるまで、うん、まあ島の中のものとか、うんうんうん、まあ武器とか拾いながら、うん、戦って最後の一人を決めると。That's great。That's great。で一人残ることをドンカツって言うの。うん、うん、分かりますよ、そこまでは。今度は2人にはね、ドン活してもらおうと思って。なるほどね。そう、ただね、2人ともド素人でしょ。 OK、大丈夫。うん、あの、すげえ自信満々に言ってるけど、ド素人でしょ。任しちゃってって、だから、うん、だから心配なんだな、P 的には。 P 的にはね、すごく心配。ドン活できなかったら大変でしょ。いや、まあ我々的にはそんな時もあるよね。まあ、そんな恥ずかしいところをね、見せられない。だからちょっと保険をかけた P、うん、保険をかけた P、うん、プロゲーマー呼んじゃった。僕のコネクションを使って呼んでるから。あの当日はね、プロゲーマーの人とデュオでやってもらうから。じゃあ2人チームで、うん、なんでやってもらうの。なんデュオでこっちなの。デュオデュオでこれでいいじゃないですか。デュオデュオでやってもらうから。なんで逆なの。デュオデュオででね、ちょっと一つ言い忘れたことあるんだけど。何ですか。プロゲーマーまで僕用意してるから、はい、絶対ドン活してもらわないとダメなの。まあだってそこはね、プロゲーマーの方が頑張ればいいと思いますよ。ダメ、本部に抱っこしたらダメ。そんな後ろ向きではダメ。そうですよね、まあ、私たちも頑張らないといけない。いやでも、そんなやっぱ人間なんで難しいですよ、うん、まあね、そうそう、だと思う。どうしてもね、やっぱりこう慣れないゲームっていうところもあるかなと思うんだけども、うん、ちょっと発奮ね、君たちさせるために8分、うん、ちょ頑張らせるために。お、なるほど。罰ゲームでしたんだよね。罰ゲーム、うん、よくないよね。2017年のことを思い出したらちょっともう本当に、うん、もうここの罰ゲームって本当に怖いんだよね。うん、だからね、今年はね、一平 P が考えていくから、罰ゲームも。僕がね、考える罰ゲームはね、はい、結構ね、優しいんじゃないかな。今までの罰ゲームより。なんだ、ありがとうございます。こう見えて、あの結構ペイ、ありがとうございます。ペイ、あの、ピーね、ピーね。ペイペイで、一平 P ね。ペイピーありがとうございます。ペイピーって略さないこと。一平 P ね。そう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 。二人ともちょっと帰りって新幹線で帰る。はい、新幹線です。新幹線。それ以外では帰らないです。新幹線です。はい、新幹線です。もう帰らないですね。新幹線で帰ろうね。あのね、嫌な予感がしてきた。うん、新幹線で帰ろう。でもね、ちょっと予算が一平 P ちょっと足りなくて。予算持ってないですか。P なのに。一人分しかね。P なのに。帰りの新幹線取れないんだね。うん。あのね、一人分？一人分。予算が豊富にあったらね、一平 P いらないから。一平プロデューサーになってないからね。予算がないから一平プロデューサーだからね。そうなの。そうだよ。そうだよ、うん、予算削減のために P になったんですか。そうだよ、ロハでやってるから僕はプロデューサー。P 職に就いたけど。そうだよ、ロハ、ロハでやってるんだ。なるほど。だから一人分しかね、新幹線ね、ちょっと帰りね、取れない。うん、今考えてるのは、はい、高速バス、これ安い。まあ結構だよ。え、あとね、ちょっと時間鈍行の電車。まあまあ、ね、鈍行の電車で帰ってこれるんですか。新幹線じゃないやつ、ね。うん、あのね、ピンもね、そこまでは調べてないから分かんないけど。雑。安い、安いはず。思ったより雑。とにかくね、上からは安くあげろって言われてるから。コストダウンのために。それがペイピーの自分で言っちゃった。自分で言っちゃったじゃないですか。自分で言うにはいい。自分でペイ、自分のことをペイって言うのはいい。ペイ的には。ペイ的には安く上がりゃ何だっていい。仮にやっぱりいい成績残した子はね、やっぱりあんまりね、そういうのに乗らせると、あのお客さんからそのペイがだいぶクレーム受けちゃうから。さっきから聞いてるさ、うん、ペイはさ、ペイはもうすげえ弱い。もう豆腐の、そうですね、だから、うん、もうハートだし、ほんでお金もないし、うん、なんでピーになったんだろうって感じ。それはね、全国出張のプロデューサーっていうのはやっぱりね、渦中の栗を拾う的なね、うん、ピーになったからにはね、うん、きっちり仕上げていくから。覚悟しろよお前ら。絶対路線バスで返してよ、ファンド。ちょっと待って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 、路線バスで帰らないことは本当はいいことですよね。だってもちろん、もちろんでしょ。ディオディオで2人ともドンカツ、ドンカツ決めればもうこれはもう2人とも新幹線。ペイはいいんすか。ペイ、ペイのチケットあげる。帰るのチケット。え、なんで、どういうこと。え、どっちかは必ず新幹線で帰れるってこと。うん、だけどどっちもドンカツ決めちゃったらさ、うん、どっちもやっぱ新幹線で返さなきゃいけないじゃん。
お客さん的に。なるほど。そこでまあ、なるほど。ペイのチケットあげるから。うんありがとうございます。ってなると僕らが2人きちんとデュオデュオで、うん、ゲーマーの方とドンカツをすれば、うん、ペイが路線バスで、うん、帰るとあそうなるか寂しいから、はい、あのカメラマンの藤君だけは俺と一緒に帰ることになるねついてきてもらう。この罰ゲームを発言した時に、うん、一番文句言ってたのは、まあ、カメラマンの藤君だよね。そりゃそうですよこれだって誰が勝とうと彼はそれに付き合わされるわけですよね。そりゃそう。フィートの2人旅楽しいと思うよ。でもあのご当地ご当地の美味しいものバンバン食べていくからそんなケーキ作品作って言ってたくせに何食べてるんですかそれ。それなりに多少は食べてくよペイピーもじゃあやる。いいよいいんだよっていいんだよ。ペイピーはやったってペイピー結構うまいけど大丈夫。2人ともいいとこなくなっちゃうけど、うん、大丈夫大丈夫だと思いますよ。もちろんペイピーもデュオだよ。デュオなんですかペイピーはソロ。ソロじゃないですか。ソロなんですか。ソロで確定するだろペイピーが負けることはじゃあプロゲームありきよ。じゃあもうそうしましょう。みんなじゃあデュオデュオでドンカツかけて頑張りましょうよ。そうだね。もうそしたら対等。あじゃあそしたらいいよ。もう対等だし、もうなんかいっちゃん成績いいやつだけ新幹線で返すよ。おいいじゃないですか。なるほど、うん、この3人の中で、うん、プロゲーマーと一緒にプレイをして、うん、一番成績の良かった人間がよし新幹線で帰る。新幹線で帰る。新幹線チケットあげる。もうそれ以外のそれ以外の敗北者たちは敗北者2人と藤君は他の手段で帰ってもらう。かわいそうすぎるよ藤君がまあでもまあガズにやる気出てきたよね。ちょっとやる気出てきたでしょ、うん、ケツに火ついたでしょこれで、うんまあとにかく、うん、ちょっと我々、まあ、そうですね練習しつ つプロゲーマーの方々を信じつつ、うん、で足引っ張らないようにも含めつつ頑張ろうか。2月3日う岡崎、うん、そうお前らがとんかつできればお客さんだって楽しいってなるから。頼んだよ。何ですかってなったら一番いいとこ噛んだよね今。もう一回お願いします。なんて頼んだよ分かったね。返事番号1、2、3。自分入れるんだ自分入ってるんです。もう P が3番。 P が3番P1 番じゃない、ね、失礼します。失礼しました。おはようございます。寒いし寒いし寒い。いやでもさもうすぐ新幹線の時間じゃない、はい、まあもう大概な時間ですな。一平さん見た。見てます。あれおはよう元気元気ツバちゃん元気ショウちゃん。今ので元気がなくなった。もう HP がもうやるよ。ほぼ削られた。ね、いやちょっとこれの位置おかしい。これの位置おかしいでしょ。これコートでしょ。これの位置おかしいでしょ。コートの上にこれつける。中に着ろよみたいな、うん、P だからやっぱりちょっと分かるけど、うん、セーターはやっぱ肩にかけていきたい。眠れた。まあ眠れたんですか。そうね、2時間くらいたっぷり寝た。全然寝てない、ね、全然寝てない。緊張しちゃって、やっぱり、ね、3年目なのに。そうですね。今日はね、思いっきり盛り上げてみんなでグリーン車で帰るからね、今はもう行けとのことなので結構な時間ですよ。みんなパスも。
はい、着いたねみんな。どうだい、大きいだろ。俺が用意したのこの店。絶対違うでしょ。いやいやいや、ようやくやってきたね。今日はかますぞ二人とも。行くぞ。はい、えい。あの掛け声やるから、掛け声やるから、行くぞ、せーの、えいえい、おー、寒い、あいね、行くぞ。じゃあのさっきお客さん見たけど、うん、ちょ尋常じゃないぐらい来てるな。尋常じゃない。行くぞ、頑張るぞ。いや、いいぞ、いいぞ、そういう積極的な姿勢。うん、翼隊員いいぞ。隊員だったの。うん、いいぞ。いや、もう、はい、おい、行くぞ、はい、おい、おい、行くぞ、はい、自殺だ、ファイ、はい、おー、おー、じゃあ行くぞ、はい、はい、これで PUBG も超快適、みんなの PC を強化しよう。イエーイ。でもう一人、これちょっと見てほしいのが、もちろん動きもそうなんですけど、はいはい、画質だったりとか、はいはい、この景色の綺麗さだったりとか、はい、エキさん、アプリさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。手前で、そう、今あの敵がいそうかいないかを相談しつつ、2人、2人いますね。一番奥、パルス似合う。そんな中ですね、さあ、ケチャウさん、バレた、バレた、バレましたね、バレましたね。液晶はですね、